今回おまけに便乗しましょうか。僕が Apple 信者である理由ですね。まあ、あの、Amazon でね、あの、Apple の、Apple、え、Watch、ー、に似たやつですかね。僕も、あの、Apple のやつ、製品ね。あれどこ行った僕も持ってるんですけど、あ、ここだ。これですね。これね、僕ずっと使ってて、これめっちゃいいなと思ってるんですけど、ただこれの,あのチャイナ版ですよね。クソ安いの出てますね。そう。 で、まあ、実際にその、久保さんは買われたっていうことなんですけど、僕は絶対買わないんですよ。で、なんで買わないかっていうと、アップル信者だからです <laughs>。要は、どこの速球で見てるかなんですよ。僕は、あ、その、このい音楽が聴ける、うん、とか、確かにその、音質が綺麗で聞こえるとかね。まあ、そういうの大事なんですけど、 一番僕がウェイトが大きいのがアップルから出ている正規品なのかっていうところがウェイト高いんですよ。で、なんでそこにウェイトが高いのかっていうとアップル信者だからですね。アップルが好きっていう。だけどアップルをこよなく好きとか愛している、愛しているまではいかないかもしれないですけど、まあ、別に機能だけのところに価値を見出せる人は別にそんなクソ高いのを買わなくてもアマゾンでチャイナ版のやつを買えばいいと思うんですよ。 でもほとんどデザインも一緒だし、機能も変わんないしで大したね。で、音質もね、プロ、プロ、プロのね、人が聞かない限りそんなに変わんないと思うんですよね、久保さん。めちゃめちゃ変わるかっていう、なんか100倍の差があるのかっていうと、多分あんま差がないと思うんですよ。聞いてとこれ、別に変わんねえんじゃねみたいな、多分それぐらいの程度だと思うんですよ。だからほんと微差だと思うんですよね。だから、じゃあアップルに高い金払う理由はあるのかっていうと、僕はあります。僕はアップルが好きなんです。 だからこれって何、まあ、まとめると何が言いたいのかっていうと、情報の取り方なんですよ。久保さんから、だから久保さんがね、この前 FX の商品出して、別にブックオフでも買えるよと。だからその、情報だけ欲しい人に関しては別にブックオフで買えばいいんですよ。ただ、久保さんが好きです。久保さんから習いたいっていう人は高いお金を払うわけですよ。わかります だからその,その人によってどこに価値の情報のウェイトを置いているのかっていうところが結構大事でで情報ビジネスやるんであるならばそ,そこにウェイトを持っていくだから同じ情報だったとしても自分のファンを作っていくでそのファンは吉谷さんから買いたい久保さんから買いたいっていうようにさせていくっていうことが大事ですよね じゃあそ、それをどういうふうにファンを作っていけばいいのかっていうと、単純に、まあ僕と他の人がやってないこと、例えば久保さんと僕とかは、一人一人に動画撮ったりとか、なんか一人一人にこんなんかやったりとかしてるじゃないですか。これは他の、あの、例えばなんだろうな、えー、大悟さんとかね、大悟さんとか、やってないですよね。うん、あと、ナブさんとかも、池早さんとかも一人一人の動画こう撮ってアップとかしてないですよね。やってないことを僕はやるわけですよ。うん。だから、 あ、吉谷さん、他の人は確かにすごいかもしれないけど、これをやってくれる吉谷さんもすごいみたいな。もう他の人はやらないんで。だからそれでファンになっていただいて買ってくれる人が一部いるっていうことですよ。だから僕は4年間自由にできてるっていう。 久保さんも普通に今陰やっってててますけど商品売れてるってただ,それだけですねだからどこに付加価値あるのかってだからその自分に情報が価値がないんだってその情報に訴求するんじゃなくて自分の価値を上げるっていうだから自分の価値を上げればあのその情報に普通情報が普通だったとしても無料で出てる情報だったとしても自分の価値が上乗せされてるのでただ高い金額をチャージできるんですよわかります これ結構大事で。だから、アップルっていう企業に僕は付加価値を感じてるんですなんか、アップル、スティーブ・ジョブズ、そのアップルの物語ですね。も、もはやアップルの物語。スティーブ・ジョブズが付き合作ったんだけど、スティーブ・ジョブズ、なんか、あの、いなく、あの、解雇されるみたいなね。で、スティーブ・ジョブズ戻ってくると。で、戻ってきて、アップル大成功すると。で、その、シンプルイズベストみたいなね。あの、あと、アップルブック、あアイあの、マックブックエア、封筒から出すとかね。すげえかっけえ、みたいなね。 で、で、で、スティーブ・ジョブズ亡くなるんで、亡くなる前もなんかいろんな名言残す。なんかもうそこに物、アップルの物語があるんですよ。だ企業、なんかね、アップルは特殊で、なんか物語があるんですよね。だそこになんか僕は、そこが好きですね。うん。多分アップルが好きな人って、製品が好きっていうよりかは、もっとその先のものがなんか好きなんじゃないかなと思いますね。 うん,だんで、製品機能だけ見たら、ぶっちゃけ言うと、あ、この前その YouTuber の人レビューしてたんですけど、MacBook, MacBook と Windows、Windows のそのエン動画編集、4K の編集でエンコード、あーどっちが早いねんっつって、結局 Windows の20万ぐらいの安い方があの処理早かったみたいな。<laughs> Windows のコスパいいんじゃないみたいな話だったんですけど。それでもやっぱ Mac 買うんですよね。なんか Mac って、なんかね、 ホームページとか、そのセールスレターもそうなんですけど、物語があるんですよ。なんかそれに。なんか僕はこの MacBook Pro40 万、50、ん ?50 万ぐらいで買ったのか。だけどそのキャッチコピーが、そのなんだっけな。あの、デスクトップを持ち歩くみたいな。デスクトップを持ち歩くってなんかかっこいいなみたいな。だから俺、俺向けやんみたいな。そのメッセージですよね。そのメッセージに価値があるんですよ。デスクトップを持ち歩けるみたいなね。マジかと。そういう夢のマシンやんけんみたいな。 そのコピーに価値があるんですよ。でも、デスクトップを持ち歩ける。例えば、えー、昔アップルが一番最初に AirPod かなエアポッツ s、えー、バカすぎに売った時も、その大好きな曲を2000曲ポケットに入れるみたいなキャッチフレーズだったんですよね。ポケットに、あのー、好きな曲をもういっぱい入れられるよって。んでもお、でも日本の企業とかは何ギガバイトとかね。 わかります何ギガバイトみたいな。容量すごいみたいな。そういうまあフレーズなんですよ。だけどアップルはその物語というかね。だからまあこれはね物語を今の時代物語を売れみたいな本も出てるんですけどこれからのやっぱビジネスっていうのはうん生き残っていくためには違うところに付加価値をつけていくっていう作業が必要かなと思います。っていうかそれをやらない限り多分ね差別化できないし無理なんですよ。 だってぶっちゃけ機能って言うならば、アップルより機能いいの、久保さんがね、Mac か、あの、Windows か、Windows の方がいいですよ、みたいな、なんか、その Mac か Windows かみたいな話も前やったと思うんですけど、多分ね、Windows の方が種類出てるし、Windows の方が多分機能いいと思うんですよ。だけど Apple 信者は、いや、こっちが言えねん、みたいなね。し、自分でせ自己洗脳していくっていうね。<laughs> いや、Apple 絶対 Mac の方がいいぜ、みたいな自己洗脳していくっていう。でもデータ的に見ると、Windows の方が良かったりとかね。 <laughs> 多分ねこれはね物語アップルの物語に僕が入,入り込んでるんじゃないかなと思いますでもそれを知ってるしそれを知っててやってるんでいいんじゃないかなと思いますだ物語僕の企業物語,僕,の業物語僕が裸一貫で鹿児島に一人で旅立ったその物語に人々を巻き込んでいくっていうね 久保哲郎のマージャン店からね、マージャン店から、あのー、一件、借金全部返済して、一件を買って、今、隠居してるっていう、その物語に人々を巻き込んでいく。